どうもマックス鈴木でございます。私は本日私の大好きな牛丼屋さん吉野さんにお邪魔させていただいております。でですね、本日やる内容なんですけれども、果たしてマックス鈴木吉野家さんの牛丼制限時間60分で何杯食べることができるのかというチャレンジをやっていきたいと思います。で、このチャレンジにあたり、あの吉野家様に場所の提供をくださいました。本当にありがとうございます。でですね、こちらの店舗さんは今2階でちょっとね撮影にお借りしているんですけれども、タッチパネルであの注文できるんですけど、今回ちょっと撮影に特別にちょっとメニューをご用意いただきまして、今回は口頭で、はい、オーダーさせていただく形を取りました。どうぞよろしくお願いいたします。で、一応メインに置いているのはこちらの牛丼の並盛り、これにもこれはもう揺るがない、まあ基本ベースこれ何杯かなんですけれど、ちょっと見たところによると、この麦とろだったりとか、まあまあこういうね、まあ、チーズだったりとかもいろいろあるわけじゃないですか。なんでベースの牛丼は変わらないんですけど、ひょっとしたらちょっとおつまみで唐揚げとか、あとトッピングでまあ卵だったり、まあ、ネギ玉とか、あとはまあキムチだったり味噌汁だったりっていうのは頼むと思うんですけれども、基本的には60分で並盛りのこちら牛丼を何杯食べれるかっていうチャレンジになりますので、よろしくお願いします。制限時間バッチリ60分でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日はめちゃくちゃお久しぶりでございます。吉野家さんで60分牛丼並盛りチャレンジでございます。はい、ということでもろもろの準備が整いましたので、今から始めていきたいと思います。本日の1杯目はですね、こちら牛丼並盛りの僕つゆだくでオーダーさせていただきました。それでは制限時間60分フルで走り切れるように頑張りたいと思います。すみません、よろしくお願いいたします。それではいただきます。よーい、スタート。よし、いただきます。いい、ちょっと今のうちすみません、牛丼並盛りのつゆだくおかわりお願いします。もう頼んでおくっていう。うめ、これもこれだけどかしちゃおうか、こうすればいいか。すいません、ありがとうございます。2杯目もそれだけ並盛り、すいません。私あのもう無類の吉野さんの紅生姜ファンでですね、外せないんですよ。外せん、これは外せんよ、マジで。これがね、あの一番食べる食べ方ですね。これほんとにこれ、すいません、牛丼並盛りでお願いします。
このハーモニーはね、ここでしか味わえんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう僕決めました。飽きるまでちょっとこれ食べます。飽きるまでこれ食べてみたかったです。本当に。何回か、ね、前に撮影させていただいた中でやっぱりその紅生姜とか食べ過ぎるとちょっといろいろな方にご迷惑かかるかなと思ってあったんですけど、一番自分が食べてるこれが食べられです。これつゆだくとつゆだくじゃないの、感じ全然違う、全然違う。あ、こっちの方がより感じれるわ、肉の旨味を。すいません、牛丼並盛りでお願いします。うんめえ。マジでうめえ。たまんねえわ。牛丼もそうなんだけど、やっぱ紅生のね、うまさがね。スーパー強だすのよ、マジで。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。これか、うまい。まず飽きるまでこれでいこう。飽きなそうだけどな。マジでうめえ。これに唐辛子が最強だろう。取り方がだんだん大体になってる。それぐらいお好みで。あ、すいません、ありがとうございます。補充入りました。いや本当に幸せなんだけど。やばいわ、飽きるまで食べてみたかった、これ。独特なんですよ。ね、ここのね、紅生姜で独特なんですよ。マジで。絶対、吉野家さんの紅生姜ファンの人、絶対いると思う、俺みたいな人。
中になりすぎて頼むの忘れてた。牛丼並盛りお願いします。最高だ、最高の食べ物だ。ありがとうございます。僕毎回こう分けるんですよ。もうあの上上じゃなくてやっぱ横。なんでかっていうとこの方が自分の配分食べれるんですよ、カレーみたいに。これ鈴木盛りです。バズらせよう鈴木盛り。こういうのが、ね、好きなんです僕。そうこういうことです。最初にこれでちょっとこの中華屋さんでビール頼んだ時に出てくる先付けメンマみたいなイメージを。これなんだ。ちょっと次から変えていこうかな。すみません、牛丼並盛りに生玉でお願いします。あ、幸せのかけらをこぼしてしまった。このね、本当に何回も言うけどこの肉とこの紅生姜がコラボった時のこれやばいです。最強。ありがとうございます。波に卵です。これ問題なんだよな、紅生姜入れる入れないもんで出てくるんだよ、こうやってこうなると。やべ、つゆだくにしときゃよかったかな。つゆだくにするとね、おじや感が出るんですよ。楽しみ方無限大。
もう王道でいきます。今回はここに1回メンバー集めて、でミーティング終わったら解散。よく喋るぜ。説明いらないですねこれ。優しい担当の方がお弁当ついてます。やべ、普段あんまり僕卵食べないから配分間違えた。焦っちゃいけない。変化球を求め始めよう。すいません、ネギラー油牛丼並盛りでお願いします。なんだネギラー油、今ちょっと口でペロってやっちゃったんで、これこのままにちょっと手だけ洗ってきます。置いててください、お願いします。すみません、手を洗う、手を洗う。よいしょ。大変失礼しました。こうやって触るのにペッタってダメだなと思って。これが、ネギラー油牛丼。あ、すげえ、なんか食べらーとネギなのかな。あ、もう香りがすごくいいですね。こういう感じで一回いってみようか。よし、うまっ。だいぶ新しいものになる、今まで食べてた牛丼が。ネギのシャキシャキ感と食べらのカリカリ&香ばし感がすごく生きているというか、肉に米に合う。
すみません、牛丼並盛りにとろろでお願いします。本当はこの麦とろいきたいんですけど、これとろろで、まあ白米だけど、もちろん牛丼縛りなんで並盛り。ここはこの前新潟行った時にサノッチに会ったんですけど、サノッチが吉牛の麦とろ信じられないぐらいうまいよって言われて、それを今ふと思い出しました。なんかもうかっこめるらしいです。かっこ見て、どんな味するのかな。はい、ありがとうございます。ちょっとそれっぽくしてみます。どうす、これも多分こうだよね。さあどうでしょう。お出汁で溶いてあるわ。とろろ自体に味がついてる。これむちゃくちゃうめえ。そっか、次だ。いやー、麦とろ食いてえなこれ。しかもバターチキンカレーとかあるんだぜ。あー、チーズ牛丼並盛りでお願いします。暗くいってマジで。これ熱いのがぬるくなるからちょうどいいね、ホワイト的には。ありがとうございます。おい、来ました。はい、行ってみましょうか。溶けるな。
あ、香りがもう、ふぅ。神梅。僕がほんとちっちゃい頃、小学生低学年かそれ以下、成増ってとこなんですけど、出身川越街道に吉田さん会って、前の動画でも話したんですけど、ちょっとだけ時間ください、これどうしても喋りたいから、もう一回。僕の父親が毎週日曜日の朝6時に、職人さんが早起きなんですよ、仕事休みで、6時になったら家を出て車でブーンって、でそこの川越街道沿いの吉田さんまで行くんですよ。でもう本当決まってた、毎週日曜日のだから6時ね20分ぐらいに着くんだけど、で牛丼を食べて帰るっていうだけのルーティーンの時期が一時期あったんですけど、僕それが好きで、すごく多分それが多分もう30年以上経っても未だに吉野さん好きな理由の一つかなとは思ってるんですね。だ言ったら、そのおそらく僕が最初に初めて触れ合った牛丼屋さんが吉野さんなんですよ。で今僕子供3人いて、チビマックス9月で6歳になるんですね。6歳で、今チビチビが4歳か、あ5歳か、チビチビが5歳で、チビチビ4歳かで、チビハギちゃんが1歳で、まあ、男女っているんですけど、チビマックスがあの時吉野家さんにこう僕は父親に連れてってもらってた時と同じぐらいの年になってきてる。で前新橋だったかな、ゆりかもめの近くにもあるんですよ、店舗さん入って、なんかこういう感じのお店さんなんですけど、でこっち階段あってみたいな、そこでお台場行く前にゆりかもめ乗りたいっつって、そこでチビマックスとチビチビマックスと僕と3人でご飯食べたんですよ。そっからチビマックス吉田さん大好きになってっていうのがあったんで、あなんかちょっとやっぱ親子ってなんかそういうのあるのかなっていうのを言いたかっただけです。以上です。いやもうなんかもう言いたくてしょうがないです、もうこういうことは言わないと気が済まん。大変お待たせしました。スーパーを思い出した今。言ってみたらこの紅生姜の食べ方も父親の真似してるわ。今も気づいた、俺今の今気づいた、マジで。まあ多分あれだろうね、真似してたんだろうね、無意識に。すいません、ネギ玉牛丼並お願いします。なんか父親を無意識に真似したくなる時ありますよね。なんか親父の持ってる財布が欲しかったりとかさ、泣きそうなんだけど、なんでですか。あれですね、素敵な思い出を作ってもらって吉野さんに感謝です。
なりましたよ。まだあるかな。あったら嬉しい。あったらちょっとチビマックス連れて行きたいわ。さあ、それ、なんかある。ありがとうございます。すごい、いっぱい来る。ありがとうございます。この青ネギと卵が来るんだね。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。あ、絵的にはネギの上に、ちょっと作ってください。ネギの上に卵黄や。ちょっと一回これ食べてみる。うめえ。そして僕は白身も大好きなので使います。いやいろいろ考えちゃうな。うん、絶対そうだ。俺絶対吉野さんのこと好きで、この紅生姜食べるの好きなの完全に同じだわ。もう完全に今分かった。全く同じだもん、食べ方。すみません、牛丼並盛りに唐揚げの単品を一つお願いします。唐揚げがあるから食べてみるとかって、あの時はなかったっそういえば俺、これあれ機内食でもありますよね、吉永さんって。僕、海外のフライト何回かありました。あの、なんだっけな、エア吉永だったかな、なんかそんな名前じゃなかったっけ。そうですよね。なんか紙かなんかのやつに入って、で、あの卵がなんかのチューブみたいなやつで確かあった気がする。あだす、そう、今思い出した、いろいろ思い出すけど。
お願いします。ありがとうございます。出たー唐揚げ、ちょっと不思議です。吉野さんに唐揚げを食べる日が来るとは。さっきの親父の話したらまたこの食べ方したくなってさ。いやーなんか、ね、今親父ちょっと体弱くなっちゃったからあれなんですけど、元気だったら吉野家にチビマックスと親父と3人並んで朝食べに行きたかったな。いやー時はなかったです。唐揚げ、おっ、うまっ、うん、衣はね、竜田っぽい感じです。結構クリスピーな感じで、生姜が効いてる感じがすごくしますなので、なんだろう、結構やっぱ特徴的です。ここの唐揚げって感じがする。でめちゃめちゃほら見た通り、あのプルプルでジューシーで美味しい。これまず食感が楽しくて香りが良くていいですね。そういうことか、当たり前でしょと、うち餃子の前ですよと、生姜使わせたらプロですから、そういうことですよね吉野さんすみません、変な組み合わせ、すみませんうまい。ことは鈴木家3世代お世話になってるところだ。おやじ、僕、チビマックス。むちゃくちゃ感慨深いし、感慨深いな。牛丼並盛りと、あと冷や汁をお願いします。
うございます。冷や汁っていう単品メニューがある。涼しい。これ冷や汁って基本このまま これを飲む感じなんですか。まあ自由だと。はい。ああ。ご自由にっていう感じで。おはようございます。行っちゃっていいかな。行っちゃっていいかな。行っちゃっていいかな。これちょっと新しすぎませんか。これはこの新世界。ちょっとこれ未知との遭遇すぎるんですけど行ってみます。めちゃくちゃ合う。いや、なんならかけるように作られてるまであるぐらい合う。何これ、めっちゃ合うんだけど。お米が合うのも分かるんですけど、この牛肉と合うわ。もううめっ。牛丼にとろろでお願いします。
失礼します。これすごくいい。さっきのもそうだし、清涼感があって、夏の吉木って感じ。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。はい、ということで、まあ、10分弱余してなんですけれども、僕の胃袋が満杯になりましたので、ご所長もお告げさせていただきました。本日の結果なんですけれども、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13杯ということでございました。この13杯の道のりの中に、最初僕の一番好きな食べ方、紅生姜とハーフ&ハーフみたいなから入り、まあ、ネギ玉等々いろいろなのがあり、で麦とろで冷や汁で唐揚げとの出会いもあったりなんかして、すごく美味しく楽しく、やることができました。でやっぱり
番組の途中で急にトーク会みたいになったんですけど、なんかね、本当に自分の父親の真似をしてるんだなってことにさっき気づきました。のと同時に真似までいかないけど、ちょっとでもなんかチビマックスがなんか僕の親父に影響を受けたみたいな感じの、なんかちょっと、まあ、仕草じゃないけどなんか残ってくれたら嬉しいななんてちょっと思った。そんな本日はこちら吉野家よりマックス鈴木が60分牛丼並盛り何杯食べれるかチャレンジをお送りさせていただきました。ありがとうございました。めちゃくちゃおっしゃったです。ありがとうございました。皆様本当にこれね、僕紅しょうを取ったんですけど、このとろろトッピングめっちゃいいっす。なんなら今度僕これ食べに行きます。だってこれあれでしょ、麦ご飯、麦入ってるんですよご飯に。ですよね。もう絶対うまい。そんなもうオクラとさ、もういただきます。いやー食ったー、腹パンだぜー。じゃねー。はい、こちらが今回の合計金額です。7487円です。ごちそうさまでした。